ご視聴いただきありがとうございます。信長ネオ大使、ウィズパープキット。群雄集結シナリオの吉川元春編第11話ですね。じゃあ、ちょっと様子見ようか。ちょっと日にちが泣いちゃってるんで、ちょっとね、わかってないんですけど、25,000。28,000。行きます。これ負けるな。4万ぐらい持っとかないと負けるね。守りは投げでしょ。牙上げ。負けるな。上手だけど強いからな。これを。3万ぐらい持って行って進め行くぞ進めここ守ろうか、とりあえず守ろうか。したらちょこちょこ部隊出してた方が良さそうだね。これもう少し2万800。進め行きます。海から渡ってこれでいいかな。進め。あ、これ海から渡ればあれか、兵増やしていくこともできるね。まあいいや、行こうか。この心だし、あれですよ、必ずや果たして今ね、12月の30日なんですけど、まあそれ31日になりそうなぐらいの時間帯なんですけど、これ負けるね、しょうがない。アンケートね、今日の朝方か、出したけど、まあ今月もね、またね、300本上げろっていうことね、1月もね、上げろっていうことね、結果になりそうなんだけど、ね、ちゃんとその前の頭ちゃんと読んだ？前後に高評価をするので300本上げろっていうね、アンケートだったんですよ。10人は押してるはずですよ。10人はそれに投票してるはずです。で、1日2本でいいよっていう優しい方はね。その方、9人ぐらいいるのかな。ね。とりあえず、その10人の方はね、これですよ。普通に、高評価ボタン押してないでしょ、あの人たち。ちゃんとね、グッドボタン押してない、見たよっていうね、印なので、グッドボタン押してないと思います。はい。ね、10個ね、この300本の企画のやつで、今の時点で、10個消されてるね、動画、あんまりないんじゃないかなと思います。ね、ちゃんとね、やってくれっていうからにはね、ちゃんとね、守らなきゃダメですよ。その10人の方がね、最低でも、このチャンネルにある動画全部にね、グッドボタン押してきてください。はい。それを押したっていうのはね、気づいたらね、自分が気づくんで、気づいたらね、ちゃんとね、300本ね、上げていきますよ。もしあれだったら、約束守らないように、ね、方のね、あれ、アンケートの投票に関しては、ね、無効票ですわ。と思いますね。そう。承知いたしました。ということで、まず勝負決めようか。承知いたしました。なんか落としてるじゃん。落としてる。気づかなかった。歩兵しよう。かしこまった。じゃあ1万3000で来てる。別にいいんじゃないかな。ここに守ってくれ、いいんじゃないの。承知いたしました。じゃあ進めとこうか。ヨロカとこがちょっと取引を行いましょう。調停が来てさ、金くれとかって言われるのもさ、めんどくさいし。
ほい、28日、いいね。ユリオンさん、ありがとうございます。みんな、見事な戦であったな。行くぞ。したら、これは、もう、勝てるから、行こうか。出陣するぞ。したら、もう一部隊ぐらい出せるでしょ。出陣する、行くぜ。こっち行こうか。おっと、秋城は1か、0か。まあ、タッチし、どうしようか。こっから行けば、タッチできるかもしんないな。武将いっぱいいるんだよね、このね、あの仮装しない。出陣します。行きます。出陣します。行きます。どうしようか。ここで待とうか。出陣する。ここで待って、引きずって引っ付けて行くぜ。白鳥行こうか。出陣する。待機する。おい、26日、使いの者が来たようです。朝倉さん、あなたのせいでこの今の状況になってんの。あの、こんな無理に決まってるじゃないですか。あなたがね、こっちの戦争に乗っかってこなきゃ別に済んだ話なんです。参ります。進め。秋は大丈夫そうだね。立ち戦だ。立ち退きをあげよう。秋もらっちゃったね。あ、豊岡もこの辺もらえそうじゃん。もらいに行こうか。行きます。上回りしなきゃもらえないね。後に続け。ああ、いいですいいです、真田さんね。よしも吸いましょう。報告いたします。表情を始めようか。軍事農業かな。55、63、59。よし、表情は終わりだ。ゲチよ。僕も欲しいもんなったね。商業進めて。かしこまりました。護衛しようか。ああ、ちゃんと自分だと同じぐらいだね。5000円ぐらい入れてるっていう感じなんだ感じだったんだね。じゃあこんな感じで進めていこうか。志果たさずして賞は終えられぬな。ああ、三好が徳川に下ったか。我らの勝ちを、勝ち抜きをあげよう。かたじけない。これは返そうか。進めてこう。立ちほどにもないな。取れだね。かたじけない。これが、じゃあここを狙おう。参ります。出陣する。早くついてよ。足遅いな。この辺全部もらってもらいたいんだけど。おい、しとこうか。無二の親友、まったくお前の親友じゃねえって。勝ち戦だ。勝ち時をあげる。
朝倉家落ちたね。うん。こういうね、あれはダメだよね。うん。こういうジャンバ化されたんで、なんかあれだね。なんか変だね、画面がね。こういう画面が変な時には、直せばいいんだけど、あれ、設定ちゃんとなってるな。設定ちゃんとなってるんだけど、なんかおかしいな。うん。まあ、進めてこう。あー、これ、勝っちゃうね、多分。皆、見事な戦であった。こうすると、あと何日だ ?6 日か。で、ここら辺取りたかったけど取れないね、これじゃあ。1個は取れる、多分、豊川取れる。この城、もらい受ける。手を打とう。じゃあ、しょうがない、これ、こっち狙おうか。出陣するぞ。ただ、今帰ってる数日の間、うん。5日間の間、ここまで来てなければ、あれだけど、多分来てるだろうね。あ、やっぱ帰ってきたね。あ、交渉でできるじゃん。交渉しよう。なんでこいつら交渉できんだ。まあ、とりあえず交渉だけしてみようか。あら、でもこっちはまだ帰ってきてないんだ。なんかチートみたいなことを使ったのかな。相手の準備は整いました。全部解放お願いします。はいね。100人しかいないもんね。しかも舞台潰れちゃった。報告いたします。ご命令を。交渉は。そしてくれないんだよね、小早川さんね。含めちゃってもいいんだよね、もう交渉してくれないんじゃね。まあ、100まで上げて、同盟結べなかったら。かしこまりました。しちゃおうか、切ろうか。ああ、徳川交渉で。交渉しようよ。ああ、サナラとも交換しよう。ははじゃあ進めてこう。我が野望、何人たりとも止められぬ。我が才、やはり天下無二のものですね。アクチュア、アホ46、いいね。ほい34日、これもいいね。上層階がほいで倒すしかないのかな。8000、さすがにゼロのお城は作ってないね。うん、じゃあこれもうちょい出そうか。2万、1万5000ぐらいでいいでしょ。進め。三河武士の誇り、見せるは今ぞ。報告いたします。先月の終始でございます。ご命令を。じゃあ進めてこうか。まあ、評論家とこうか。またなんか。取引を行いましょう。朝廷は金くれ金くれ言い始めるから。旧席を受けたら勝てないかな。どうなんだろう。負けたか。こんな戦場低かったのかな。いや、1万3000守り上げで、それで負けちゃうか。こちらの方が兵多かったもんね。1万7000いたもんね。ひどいな。進むのです。手を打ちましょう。
進むのです。大友と伊藤不参戦でいいや。どうせさ、参戦したと大友どうせ勝つなんてことは分かった。これ当たるのか。手を打ちます。パッセンさんが俺あげちゃう、あげられちゃう、負けちゃうな、これ。と、まずこっちに行って、145皿かな。俺で。出陣する。勝てるでしょ。拝命でさ、あ、ボヤップ使おう。格の違い、見せてやるよ。国衆とノエセーレン、どうしようかな。防御力上がるぐらいなんだよね、ノエセーレンね。ノエセーレンでいいか。格の違い見せてやるよ。多分 2,3 割ぐらいヘルヘイが減るんだよね。この城もらっていくぜ。すまねえな。いざ参る。こっち出陣する。でこいつが手を打ちましょう。この舞台が雇用書いてばいい。出陣しましょう。これ37日、こっちは強行44日。報告いたします。先月の終始でございます。ちゃんとあれだね。表情を始めようか。良策、ひらめきましたぞ。特に欲しいのないんだよね。まあいいや。55、65、58、56なんだね。よし、表情は終わりだ。兵糧症、あれ、海加工、これしとこうか。論議手あると上昇、これ取っといた方がいいかもしんない。ノエシゴール低下中、これ取っとこうか。お命令を。国衆これ使いたかったね。国衆も使っておきたかったね、一緒にね。カリタさん使える。カリタさん使っとこうか。評論5万8000ぐらいだもんね。カリタさん使っとこうか。格の違い見せてやるよ。したら敵陣にどんどんと送り込んでこう。出陣するぞ。こっちも行こうか。別所も、別所は、どうも進んでくんないじゃん、めんどくさい。先生、報告します。さあ、戦だ。楽しもうぜ。手を貸しましょう。織田もあれだよね。踏み込んだ方がいいかもしれないよね。これでいいじゃん。出陣します。こんな感じで決めてこう。100以上残しとこうか。強行してたら押し戻される。ほいか、ほいじゃ関係ない。勝つなんてことは分かっている。長部石も堂々も賛成でいいじゃん。もう長宗我部さんはもうだいぶ厳しくなってきたんじゃないんですか。兵力切れる。私に続け。買い始めれば多分なんとかなるっしょ。
方位を受ける交渉しよう。さて、次だ次だ。かたじけない。鈴木さんが行くぜだと。したら中村五種評論聞いてる。進め。池田さんいらないね。うん、報告します。先月の収支です。ご命令を。承知。取引を行いましょう。取り計らいます。切れる言われてるからね。はい、ということでね、11話はこの辺でね、終了していきたいなと思います。ご視聴いただきありがとうございました。